知らない明日間に合うのはい、そうなんだ。さあやってきました、血の池地獄と竜巻地獄、最後あと2個ということで、ただ、さっきの地獄とはちょっとね、車で移動しないといけない距離にあるということで、ちょっと車で移動しました。で途中、あの団子汁ってあの名物の汁物ね、食べましたけども、まあ、ほうとうだね。うん、美味しかった。うまかったよ、うん、うまかったけど、ほうとうだね。ね、うん、うん、ほうとうだね。なんかすげえ人がいて、その人がアワビの肝が好きで、だけどアワビの肝がちょっと取れなくなって、うん、代わりに小麦粉こねて作った汁で、うん、なんか喜んだと。あ、そうだね。それが、うん、最終的に団子汁になったっていうね。そうだね、うん、こっちからなんで団子になったか分かんない。早速スタンプがあったので、じゃん、残り2つ1つで押しました。しっかり押したが、ダダン、はみ出てる。まあ、血の池地獄って言ってるぐらいだから赤いんでしょうね。お、鯉が飛んでるけど、さあ、うん、おこんな感じです。思ったより赤くない？思ったより赤くない？うん、でも赤いよね。赤いね。うん。そうだね。まあ、こんな感じです。足湯とか鯉とか滝とかありながら、これが血の池地獄ということで、ただね、音楽が、場内で流れてる音楽が癒し系ですね。そうだね、うん、血の池地獄はこんな感じです。それではまた。はい、ということで血の池地獄は以上で終わって、これから竜巻地獄行きますけども、やっぱね、あの一応売店あってずっと探してるけどね、自撮り棒ないね。あの木刀みたいなやつとかさ、傘とか杖いっぱいあるけど、自撮り棒ないね。湯気が、あ、でこう歩ってても、ほら、あったかい、ほら、歩ってても排水溝からあったかいお湯出てます。